なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか来た。なんか来たよ、なんか来たよ。なんかガムガミガミガミしてる、ガムガミガミ。ガムガミガミしてるね。なんですか？なんですか？わあ、かわいい。わあ、毛が伸びたね、だいぶね。でもかわいいね。毛がちょっと伸びてきまして、ちょっとだいぶね、困り顔というか、おじいさんみたいね、なりましたね。まあまあまあ、でも可愛いですね。この手揃えてるのがいいね。うん。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。サブチャンネルです。やっほはい、今日はですね、タイトルにある通り、私の、編集デスク、まあ、デスク周りの紹介を今日はしていこうかなと思いますので、ちょっと編集部屋に移動。はい、ということで、編集部屋にやってまいりました。はい、ちょっと需要がね、あるかどうかわからないんですけども、早速、ちょっとね、デスク周りご紹介していこうかなと思います。最近ね、コロナ禍で在宅ワークもすごい増えたかなと思いますので、まあ、皆さんもお家でお仕事されてる方多いと思うんですけれども、少しでもね、何か参考になれば嬉しいなと思います。はい、じゃあ早速ちょっと見ていきましょうか。で、一応ですね、まず最初に僕の編集デスク周りのコンセプトといたしましては、とにかく無駄なものを置かない、そしてここで長時間集中していることができる環境っていうのにこだわりました。そう、やっぱりね、どうしてもお家で仕事してると、こう普通にこうリラックスした状態からスイッチを切り替えてお仕事モードに変えるのって意外と難しかったりするじゃないですか。なので、この編集部屋のこのデスクに座った時はもうとにかく仕事に集中するモードみたいな感じで、こうスイッチの切り替えができやすいように無駄なものっていうのはとことん省きましたんで、ちょっと簡単にね、ご説明していこうかなと思います。あ、まずですね、チェアはこのバウフィッテっていうところのゲーミングチェアを使ってます。あ、でこういうとこもこだわりですね。これ肘置きがこういうね、普通の肘置きなんですけども、その上にさらにこのウレタンのね、ちょっと柔らかめの肘置きを置いてます。で、こうすることによって絶妙なバランスで机よりもちょっと上ぐらいに出せるんですよ。で、僕はね、こう肘置きに置いてマウスをこういう風に触るっていうこのポジションがすごい好きなので、ちょっと高めに設定してあります。で、一応グリさんの椅子の方は、こちら GT レーシングっていうところの、まあ、有名なところのゲーミングチェアですね。これは合皮なので結構お手入れも簡単なやつになってます。で、グリさんのこだわりは一応こちらですね。このウレタンの座布団みたいなやつね、これを引くことによって、まあ、長時間ここにね座ってガムを食べていても疲れにくいっていう感じですね。はい、続いてちょっと足回りで、これも同じくバウフィッテのものなんですけども、これは足置きっていうのかな、一応こんな感じで足を置いてね、こう長時間やっぱ座ってるとどうしても足がむくんできちゃったりとか、ずっとねこのままの姿勢だとすごい疲れてくるので、こういう風な足置きがあるととっても楽なので、これを購入しました。で、これはですね、なんか角度もうまく調整するとこんな感じで、ちょっと見えづらいと思うんですけど、こんな感じでね、あぐらもかけるんですよ。リラックスした状態で何時間も作業ができるかなと思います。ガム美味しいか。毛がもじゃもじゃになっちゃったね。あさってね、トリミングです。じゃあちょっとデスク見ていきましょうか。まず左から、これマイクアームですね。編集の時にナレーションだったりとかアフレコだったりをこうサッとできるようにアーム取り付けてます。こんな感じで稼働できるんで、サッとね収録することができます。で、ライトはですね、これもちょっといろいろと探したんですけども、今はこの、タオトロニクスってやつかな、ちょっと忘れちゃいましたけど概要欄載せておきます。で、これいいのがですね、こんな感じでモードがたくさんあって、なんかティータイムモードとかね、読書モードとか、お気に入りモード、ナイトモードとかですね。こんな感じでね、いろんな機能が選べるので、まあ、その時に合わせた照明の色に変えることもできます。で、使ってるパソコンは iMac の、2019年のモデルかな。はい、こんな感じでデスクトップもね、とにかくシンプルにしてます。もうほんと使うやつだけっていう感じにしてて、まあ、基本 LINE とかね、メッセージとか、そういう通知が来るものっていうのは、このパソコンには一切入れないようにしてます。で、これは Mac のトラックパッドと、キーボードですね。で、マウスはですね、こちらロジクールっていうところの、G502 っていうマウスかな、これを使用してます。で、このマウスのいいところがこんな感じでね、カスタムボタンがめちゃめちゃついてるんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、まあ、12個ぐらいついてるんですよ。
なのでここで編集を例えばするときなんですけども、基本的にマウス一つでこういう編集作業はサク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 できるように、いろいろカスタムしてあります。あとは AirPods Pro とかかな、とにかく充電ケーブルとかもね、いっぱい置かないようにしてます。このアンカーの充電器結構優秀で、ライトニングケーブルとか、あとはマイクロ USB、 USB Type-C ですね。この3種類をね、使い分けることができて、かつ急速充電にも対応してるので結構ね、おすすめです。で、壊れにくい。あとはサンディスクの、メモリーカードリーダー、あと、まあ、目薬はね、一応結構必須なので、1時間に1回とかはね、必ずやるようにしてます。で、これはね、ガムケースですね。こんな感じで開けるとガムが出てくるようになってまして、まあ、デスクにね、ちょっとガムボトルを置くと結構悪目立ちしちゃうので、まああんまりね、生活感が出ないような感じにしてます。で、これは、アルトイズかな、アルトイズの、まあ、フリスクみたいなやつなんですけども、こんな感じで、これシナモン味で、シナモン好きな人にはめちゃめちゃおすすめなんですけども、まあ、800円ぐらいするんですけど、めちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。で、いつも編集をする前に必ず1個これを食べることによって、じゃあこれを食べたら編集みたいな感じで、スイッチ切り替えにも使ってます。で、この後ろにあるのが、クレベリンですね。一応ね、ウイルス除去で、これ無印で買った、あの匂いがするやつですね。これはシトラス系の匂いでね、結構集中力が高まるような匂いを選んでます。はい、グリーさんお待たせしました。じゃあ今度はグリーさんのデスクですね。一応あのこっちとこっちでデスクを分けているのはですね、こっちでは一応メインチャンネルの編集のみしかしないようにしているデスクです。結構 PC にも負荷がかかる作業をやってるので、もうそれ以外の作業はこっちでは全くしないようにしてます。まあ、ブラウジングとかはたまにするぐらいですね。で、こっち側のパソコンの方では一応サブチャンネルを編集したり、サムネイルを作ったりっていうのをね、グリーにいつもお願いしておりますのでね、グリー、はい、というのは冗談なんですけども、で、一応こっちのパソコンの方ではですね、サムネイルを作ったりとか、サブチャンネルを、編集したりというようなデスクになってます。あとは自分の仕事の、まあ、連絡を返したりという、まあ、ちょっとした業務っていうのはこっちのパソコンであえてやるようにしてます。で、 iMac は持ち出せないんですけども、 MacBook Pro は持ち出せるので、なんかこのあと用事があるっていう時はこっちで編集して、この MacBook Pro をそのまま持って行ったりっていうこともするので、まあこんな感じでノート PC と普通のデスクトップを使い分けてるという感じですかね。で、 MacBook の方ではこのエレコムの握りの極みだったかな、そんな感じのマウスを、またこれもカスタムボタンにいろいろ割り当てて、サブチャンとかをね、編集しております。はい、てな感じでしょうかね。で、一応ですね、余談なんですけども、グリーさんはだいたいこの椅子の上、自分でね、このくらいピョンって登っちゃうんですけども、この椅子の上でね、のんびりのんびりしてるか、もしくはここね、このベッドとか、このニョキニョキにこうベチョンってなっていることが多いですかね。はい、眠たいね、グリーさんね、眠たくなったね。このね、デスク来るとやたらね、眠たくなるんですよ、グリー。いつも僕がキーボードカタ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 やってるからね、その音聞くとすごい眠くなるのかわかんないですけど、いつもこんな感じで寝ちゃってます急に熟睡モード入ったね。はい、ゆっくりお休み。はい、よしよし。はい、という感じでいかがでございましたでしょうか。まあ特に、あ、なんかちょっといろいろ忘れてたね。これはあのプリンターです、ちなみに。で、この黄色い椅子はこのバウフィットと一緒で、ちょっと足を置けるようになってるやつですね。基本的に編集するときはこの AirPods Pro か、もしくはこちらのソニーの、ノイズキャンセリングのヘッドホン、 WH-1000X Mark III だったかな、なんかそんな感じのやつだったと思うんですけども、このね、ノイズキャンセリングのヘッドホンを使ってます。やっぱり集中するためにはね、ノイズキャンセリングとかもすごいいいかなって思います。はい、というわけでいかがでございましたでしょうか。今日のサブチャンネルはちょっとマニアックな話になってしまったんですけれども、もし在宅ワークやっててこういうのもおすすめですよとかね、あればあのコメント欄の方でいろいろと教えていただけるとすごい嬉しいです。 MacBook Pro もね、なんかこれだと画面ちっちゃいので、外部モニターとかつけてもいいかなって思ってます。はい、ということで以上、編集デスク周りのご紹介でございました。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとグリーンのね、出番少なめですいませんでした。また次回のサブチャンでお会いしましょう。バイバイ。ごめんね、寝てていいよ。よしよし。寝やについて。